宮城交通線営業所は、宮城県仙台市泉区病通4丁目市にある、宮城交通の営業所である。初代の泉営業所は、現在の仙台北営業所だが、本校では、仙台市営バス線、パークタウン出張所を引き継いだ、営業所について説明する。また、バス停である泉パークタウン車庫前バス停にも触れる。富谷営業所、野村車庫と共官庁は、 証言交番先回り、夕方以降は証言入り口先回りが多めに運行され、平日20時、土日祝19時以降は証言入り口先回りのみ、さらに21時以降は証言交番前行となる。また6時台に証言交番前証言入り口泉、中央駅間が設定されている。このほか以前は、 証言交番先回り仙台駅前や、証言交番前証言入り口、仙台駅前便が設定されていた。ちなみにどちらも仙台駅前に向かう際は、泉中央駅前は経由せず、前、沖北泉警察署前での運行となっていた。富谷営業所、野村車庫と教官また、以前は仙台駅前発着の寺岡、資産、工業団地、泉パークタウン車小前もあったが、 廃止になっている。富谷営業所と、共感下も四丁目南経由の八乙女駅、上谷刈山添間は、泉桜が丘線とともに、仙台市営バス共通定期券の区間に、設定されている。野村車庫富谷営業所と、共感野村車庫と、共感富谷営業所、野村車庫と、共感泉パークタウン車庫前バス停は、宮城交通の停留所である。以前は、 仙台市営バスとの共用バス停だったが、仙台市営バスの泉パークタウン出張所からの撤退に伴い、宮城交通単独のバス停となった。ありがとうございます。